バキバキ言ってるな、なんかいるな。なんだ、クマか。うん、カムシカかクマか、なんかクマっぽいな。触るんですよね、下に。結構触る体に、ちょっとこの倒木あるので、忍法火化けの術。おお、すげえの見っけ。やっぱりすげえの見つけましたね。すごいの見つけ。見えます、この時点、この時点で。いつものやつ、いつものやつ、これで正解。めっちゃでかい。これは耳たぶ非常ありますね。あっちょー、そりゃあー、ほら、ここここ老けてるのはいっぱいあるんですよ。上にも老けてますね。いやー、もう終わりですね。発見、いや微妙だな、あれも。よいしょ、お、滑る滑る滑る、うわ微妙だ。あー、やっぱ微妙だな。さあ、選びつつですね。うわ、さて、ほらよっと、ああもったいなかったですね。よいしょ、お、大丈夫か、大丈夫か。ほらよっと、あっと、危ねえ、あっぶね、ちょっと古いですね。ありましたね。いやでもついてるな、あそこに沢に。なんだあれ。よし、さてと、見えます、見えますでしょうか。ここです、ここ。まあ普通にうちで食べるようであれば全然大丈夫な状態のもの。ヒューか、今年ですね。なんかあの栗茸やっぱり遅いんですよね。ほら、これ状態いいんじゃね、もしかして。ほら、やばくない、この時期の雪中栗茸ということで。もうめっ、多分これ出たばっかりですね、開いたばっかり。やっぱり栗茸ですね、めっちゃ遅いんですよね今年。最初の段階ですね、結構見かけなかったんですよ栗茸、なんですけど後からですね結構ボコボコ出てるなんていう、っていうかですね、ちょうど栗茸の近くになるんですけど。いや寒くなってきた、寒くなってきましたね。おー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 、ちょっとなんだこれ、やっぱり栗茸めっちゃ出てんじゃねこれ。ほら、ここにもあるよ、栗茸。栗茸ちゃん。ようやくですね、こっちの方にもなめこが見つかりましたね。なんかもうですね、この時期、のそっとですね、結構塊で出るっていうことが少ないのかなというような感じなんですけど。ということで、これ、かき集めですね、もう。でもすごいですよね、本当に。この時期にまだ取れるという。これ去年だともう終わってましたね。昨年の今頃はですねもう終わってたんですよ、なめこも。なんですけど、今年はですねまだ取れますね。よいしょ。さあこんな感じにですねちょっとかき集めていきたいと思います。栗茸もあります、やっぱり。この時期こっちさはないよな、ありませんね。さあもしかするとワンチャンちょっと大きいものが当たればそれでいいんですけど、なかなかですね塊で出るということが少ないので、かき集め戦法で今やってます。よっこらせっと、うわ急だな、ちょっと急
9だ。よいしょ。いやいやいや、9だ。そりゃ。本当に滑るんですよ。本当に滑るんですよ。いや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 、上まで。上まで。あ、これはいい。やばい。これはめっちゃいい。ラッキー。ラッキーですね。ほら、この時期にしては、超いいやつ。ほら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 。めっけめっけ。あ、今日1だ。めっちゃついてる。上にもあるんですよ。ほら。ぐわーっと上まであります。よいしょ。ほら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 、ここにありますね。これは、あ、やっぱりダメですね。いや、ラッキーだわ。こう、この時期にこんなにいいナメコが取れるとは。よいしょ。さあ、取っていきましょう。見えますか？ほら、すげえ、彫刻。彫刻。もうですね、粒も取ります。粒も取ります。じゃないとですね、もう、明日、明後日ですかね、ちょっと雪なので、もうここにも来れなくなりますね。なかなかですね、皮を剥がさずに取るというのも、ちょっと難しいですよね。よいしょ。やっぱ今年なんですけど、結局蓋を開けてみたらですね、結構遅くに出るところの方がですね、なんか多かったような気がしますね。どうですか皆さんの地域。よいしょ。今ですね、ちょっとアイテムも使って撮ったんですけど、結構撮れました。いいやつばっかり。よいしょ。どれくらい撮れた。いや、これいい、いいやつですね。ほら、よっと。ほら、これぐらい取れましたね。一本の木で。まあ、これぐらい取れればとりあえず、OK ですね。まあ、ちょっとここのラインですね。ちょっと、今もですね、上の方にちょっと粒があったんですよね。期待したいラインですね、ここ。今、倒木があったんでですね、ちょっと、栗竹がですね、ちょっと雪がなかったので栗竹周りにないかなと思ったんですけど、ちょっとなかったですね。ということで、ちょっと先に進みたいと思うんですけども、あれ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 、よいしょ、怒らせ。いやー、どうかな。さてどうか。よいしょ。さてどうか。あー、微妙。うわ、やば。タワーです。なんということでしょう。あー、もったいな。いや、タワーでしたね。タワー。何日だこれ。何日だ。2週間くらい早い、遅かったのか。いや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 、ひとしょいやりましたね。ほら、すごいでしょ。ひとしょいやりました。なるほど、こういう風に出るんですね。この木なんですけど、この木っていうか、このライン結構遅めに取れるところなんですよ。なんですけど、いやいやいや、ほら、見えます？すごいでしょ。丸ごと一本ですね。これはちょっとお土産用だな。でもお土産用。いやいやいや、でもこれ裏側はほら
全然いいんですよ、お土産用でも。ほら、いやでもなんかもったいないな。いやもったいなかったですね、やっぱり。うわ、金ついてるわ、料金もいっぱいついてる。はー、山盛り、山盛りですね。いやちょっと今から万が一出る可能性もあるので、ちょっと掘っていきましょう。そうそうそう、ほら根元まで。いやいやいや、これはちょっともったいなかったね。やられました。そう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 、やっぱりな、回るべきなんだな。いや悔やまれる、この木。これですね、去年も取ったんですよ。で去年ですね、思いっきりついてたので、今年はそんなに、最初の段階でですね、なんか出てなかったと思うんですよね。ここ一回来たんですよ、だいぶ早い時期ですけど。で容器もなくて、あやっぱり去年出たんであれなのかななんて、思ってたんですけど、やはりですね遅めに攻めてきましたね、この木。やられました。やはりこのタイミングがですね非常に重要なんですよ、なめこ取りって。やられましたね。よし、来年勝負だ、来年勝負。来年はですねいいポイントで、来年はいい時期にですね、ちょっと、ああ、嘘だろ、やっぱり出たんだ、やっぱりです、出たんですね。やられました。ふりゃやっちゃう。いやさっきの、うわなんかあれ、もしかすると今年一のような出方でしたね、びっくり。これもですね、これもこれはでもあんまつかないんですよね。ああ嘘だろ、これもでした。嘘でしょ、嘘でしょ。あーでもこれどうか、取れるとこある、ほらやばい、木に登って、あーこの辺が取れますね。でもギリギリちょっと取ってみます。よっ、あっやべやべ、あーあうわぬるぬると、ほら大丈夫だ、大丈夫。ちょっと後で石突き切ります。いいよっ、よいしょ。いや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 、これちょっと裏側に行きたい。あー裏側なし、なしですね。ちょっとだけありましたけど、やられだ。君もか、君もか、よいしょ。山盛りでしたね。ということは、ということはなんかこれをまくっていくとありそうですね、ありそうですね。あーいやーちょっとさっきの悔やまれるね、悔やまれる。これいつ来たんだっけな、結構わりかし早い時期だったんですよね。11月の頭ぐらいにちょっと一周回ったんですけど、金がですね一つもなくて、おーおっとびっくりした。あーでもちょっと古いな、古い、残念。あー大丈夫だ、ブラックですね。遅向き、遅向きはいっぱいありますね。いや殺せ、いやいやいや、さっきのちょっとあれですね、ちょっともったいなかったですね。
これ昨日もですね、実はうちで水野さんという方からいただいたですね、高知の残りをブラックダイヤムキタケとそれからナメコ入れての水炊きしましたね。うまかったです。やばい名古屋高知、うまかったです。なんかハマりましたね名古屋高知、やばい、めっちゃうまい。なんか名古屋高知に食べると普通のなんか鶏肉食べられなくなるような気がするんですけど、なんかこの辺は倒木にはあんまり今年ついてないですね。よっしゃ、さあ登るか。あともう一つ、あの倒木にもですねちょっとつくんですよ。つくというか、いや本当についてなかったんですよね。11月入ってから取られたというよりも出てなかったんです。なんですけどやっぱりもしかすると皆さんが不作ですよという地域、後からボコボコ出てる可能性ありますよ。皆さんもしワンチャンあったらですね、ぜひ行ける範囲で行ってみるといいのかなと思います。さてよいしょ、これやった、うわブラックちゃんじゃねえか、おいっぱいある、ブラックいっぱいありますね。そりゃお、ブラックうまそうだわ。よいしょ、ほらほらほら、ちょっとですねブラックも真っ黒いタイプとちょっとですね緑がかったタイプってあるんですよ。ほらわかります、これ黒いタイプなんですけど、ちょっと薄手のものもあります。ブラックの場合いいですか、それがこれ、ほらちょっと若干ですねやっぱりその光の加減もあると思うんですけど、ほらうまそうでしょ。これなんかさくらんぼと一緒ですね、なんか光が当たらないと黒くならないという。いやこれはうまいだろう、ほらこれこそですね、なんかムキタケよりも山のフカヒレと言われて、まあ、山のフカヒレとですね呼んでいい高級キノコなんじゃないかなというふうに思うんですけど、よいしょ、ほら下にも結構取れましたねこの木一本で。よいしょ、こんな風にブラックはですね倒木につくんですよ。よく立ち木にもつくんですけど、立ち木にはですねちょっと少ないですね、なんか私の経験上こんな風に完全に倒れてる倒木につきます。さて期待はですねこの倒木の向こうの反対側にですね鍋子がないかというふうにちょっと期待はしてるんですけど、さあどうでしょう。まああっても老けてるんだろうな、でもさっきのように、うわめっちゃブラックはめっちゃありますね、いろんなところについてます。さて期待を膨らまして、さあ行きますよ、さあせーの、よいしょ、なしです。なんとありません、なんとありません、あるのはやっぱりブラックだけ。あちょっとここ老けてますけどねブラックの、あーでも下の方に出た、あこれあれですね、出たんですね、早め早い時、やっぱりな、やっぱりね、どうだろうね、よいしょ、ない、いやータイミング悪いですねここ、めっちゃタイミング悪い、しかもかめっちゃ急なところに来てしまいましたね、はあ、ほらめっちゃ急でしょ。さあそれではですねここを登ってもうぼちぼち帰らせていただきます。いやー疲れました、よいしょ、なんだあれ、あぶねえ、あぶねえ、引っかかった、お転んでよかった、転んで、今わざと神様が転ばせてくれたんですね。
転んだら目に入ってきました。なめこ、なめこが、あーでもちょっと古いな、古いっていうか雪に当たるとですね、ほら結構黒くなるんですよ軸が。ちょっと古い、これはいいやっていうか発見したんですよ今、この木に引っかかったんですよ今。よいしょ、ほらよっと、かあ、マスタケ、今年マスタケめっちゃ見ませんでした皆さん。多分ですね、マスタケは大豊作というふうに私の周りの名人も言ってましたね。そうなんですよね、私も結構後半に見かけましたね。舞茸の鳥の時は見かけなかったんですけど、後半に見かけました。いや急だ、本当に急すぎる、急すぎるぜ。車止めの近くです。今日はですね、なめここれぐらい、どれくらいありますかね、1キロ、結構ですね、まだ裏にですね膜が張ってるものばかりなので、結構下手したら1キロまでないですかね。それとこれが自家用のブラックダイヤムキタケとなめこです。開き、私の好きな開き。それとなんと12月中でですね、まだ栗竹が取れるという異常事態ですね。ということは気温がやっぱりですね高いんですよね。もうですね、ここ標高 400m 付近でも、まあ向こうの方にですねちょっと雪が見えますけども、こんな状態ですね。だいぶ雪がですねなくなりました。先週ですかね、通った時に雪で行けなかったところなんですよ。なので、だいぶ雪の方はですねなくなりましたね。もしかすると下手するとですね、ちょっと明日明後日、また明日の天気なのかで、2日間3日間ぐらいですねちらほら雪マークがもう出てきてます。そんな感じですね。下手すると12月クリスマスぐらいまではですねちょっとやや楽しめる可能性もあると思います。ということで、次回はですね何しましょう。ぼちぼちですね、いろんな道具ですね、今まで使った道具なんかの手入れの動画なんかもですねちょっとやりたいなというふうに思ってますので、もしかすると今月いっぱいぐらいまでですね楽しめる可能性もありますので、さあそれではですね、本日も長いご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と LINE 公式登録よろしくお願いいたします。よいしょ。